で、やっぱり今ハイライトはね、我々からすればやっぱりメキシコオリンピックになるわけですけど、この時はやっぱ最初からメダルをもう狙ってたんですか？いやいやね、ベスト8ですよ。ベスト8ですか。決勝トーナメントに出れたらええと思ったぐらいです。東京オリンピック決勝トーナメントでしょ。で、まあそこで負けたっていうことはありますけど、まあ、決勝トーナメントに出ることが、まあ、一つの目標だったんですね。だからメダルの予想なんかサッカーなんか何もないですよ。だからあれなんじゃ気楽なもんだったかもね。そこまで行きゃええっていう。それで第一戦やって、第一戦勝ってね、3対1で勝って、僕はハットトリックやったでしょ、第一戦で。その時にみんながね、日本のサッカーっていうのはこういうやり方でやったら勝てるっていうのを思い出した、思ったんですよ。それは堅守速攻ですよね。シンプルですね。シンプルですよ。簡単に釜本、杉山、前を2人で行ってこいっちゃう。そんなサッカーだった。だからそれがね、あれ何年か経ってずっと68年から何十年か経ってね、岡田が2010年にやったサッカーがそれと同じサッカーですよ。新メニューで炭火塩だれ鶏マヨ丼です。ああ、はいはい。すき家特製の塩だれを絡めた鶏のもも肉、はいはい、上に乗ってるのがからしマヨネーズ。あ、そうか、温玉だ。それで、はい、まあ、青ネギのこれかけるんですか？はい、まあ、その辺もお好みで。ああ、そっか、はい、お好きなように召し上がりください。これいいわ、僕は鳥が好きだから。ああ、そうですか、はい、よかった。カモさんはちなみに牛丼とかお好きな方ですか？好きですね。ああ、そうですか、うん、ああ、いい味だ。これだったら僕大好きです。鳥は好きですか？うまい。鳥は僕好きですから。僕ネギはもう一日毎日食べますよ。ネギ、青ネギは大好きです。白ネギ、青ネギ食べます。